成田空港駅、成田空港駅、成田空港駅、成田エアポートターミナル1ステーションは、千葉県成田市三里塚五両牧場にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本と、京成電鉄の駅である。成田国際空港、成田空港へのアクセス駅の一つで、成田空港第一ターミナルに直結している、JR 東日本は、直営駅で、空港、 第二ビル駅を管理する。逆に、京成電鉄は、空港、第二ビル駅の非管理駅である。当駅には、JR 東日本の成田線、空港支線と、京成電鉄の本線並びに、成田空港線、成田スカイアクセス線が乗り入れており、いずれも当駅が終点となっている。ただし、JR、京成とも、線路を保有しない、第二種鉄道事業者であり、 線路を保有している第三種鉄道事業者は成田空港高速鉄道である。JR 東日本成田線空港支線の駅番号は助37、京成本線、成田空港線、成田スカイアクセス線の駅番号はいずれも KS42 である。開業当初の英語表記は成田エアポートであり、一部の案内や路線図で成田エアポートターミナル1が使われていたが、 2015年4月8日の第3ターミナル開業以降はごく一部を除いて、成田エアポートターミナル1に統一されている。同様に、当駅の中国語、韓国語での駅名表記についても、第1ターミナルを表す語句が含まれている。第2ターミナル及び第3ターミナルへは、無料連絡バスが運行されている。現在の京成成田駅狛江の信号場空港。 第二ビル駅成田空港駅間は空港建設決定時に京成電鉄の空港新線として計画された区間である。京成電鉄では現在の空港第二ビル駅と当駅の位置に当初から第二ターミナル駅と第一ターミナル駅いずれも過小の建設を計画し1969年11月7日に空港新線の免許を取得している。しかし 運輸省、当時は、成田空港への鉄道アクセス手段として、成田新幹線を計画していたため、新東京国際空港公団が、京成の旅客ターミナル直下への乗り入れに難色を示し、翌1970年9月28日に、京成成田駅から 5.2km 地点までの施行が認可されたものの、旅客ターミナル直下までの施行認可は保留された。その後、 最終的に空港公団は、形成の乗り入れを認めず、やむなく旅客ターミナルから約1キロメートル離れた場所に、初代成田空港駅を建設することとなり、1971年3月25日に、初代成田空港駅までの港が認可された。しかし、成田新幹線は、沿線の反対運動などにより工事が進まず、1986年に計画を断念。 第一、第二次を各ターミナル直下に建設されていた新幹線用の路線及び駅は在来線用に転用され JR 東日本及び京成電鉄の駅として1991年に2代目となる現在の成田空港駅、東駅が翌1992年に空港第二ビル駅が開業した。前の初代成田空港駅は東成田駅と改称し、 京成東成田線として営業を継続している。成田空港第一ターミナルの地下1階にある地下駅である。空港建設時の経緯から改札を出たところにセキュリティエリアと呼ばれる空港の検問所があり、ここではパスポートもしくは身分証明書の提示を求められるとともに手荷物検査、実際に荷物を開けるが行われていた。そのため、当駅の開業時には、 主要駅に新東京国際空港公団、当時名で、その胸と空港に用のない人は他の駅を使うよう求める胸が書かれた張り紙が掲示された。なお、成田新高速鉄道、京成成田空港線の開業前をめどにセキュリティエリアの廃止を検討していることが報じられていたが、開通後も続けられていた。その後、 2010年10月以降は最国際化した東京国際空港、羽田空港との競争の激化を理由に再び検問廃止を検討しているとも報じられた。そして2015年3月30日の正午をもって、ついに開港以来実施してきた検問が廃止された。駅改札外の JR コンコースにはジャパンレールパスの引き換えや、 法日外国人向けの旅行サービスを提供する JR 東日本法日旅行センターが設置されている運営は JR 東日本グループのビュートラベルサービス。また、京成コンコースにも法日外国人向けの旅行サービスを提供するスカイライナー京成インフォメーションセンター、京成トラベルサービスが設置されている。このほかスターバックスなどの飲食店。 売店などが立地する。ホームは、JR は、島式ホーム1面2線、京成は、単式ホームから、成田スカイアクセス開業時に改造し、島式ホームと、単式ホーム2面5線を有する。改札内での両線ホーム間の行き来はできない。また、出口改札は前述の検問所に直結しているため、検問所を通過しないと再入場や、両者間の乗り換えはできない。 2010年7月17日ダイヤ改正より、成田空港線、成田スカイアクセス線が乗り入れているが、それに伴い京成線の外側、北ウィング側に新たに区体を建設し、成田スカイアクセス線専用のホーム一面、新一番線を設けた。これによって、当駅は京成三線、JR 二線の計五線となった。なお、改修工事完了後も、 京成線の駅前後の線路は単線のままである。区体工事は成田国際空港株式会社が担当し、その後成田高速鉄道アクセス株式会社が区体の内部にレールを敷設し、信号機器やエスカレーターなどの諸施設を整備している。成田スカイアクセス線の開業と同時に当駅、京成高砂駅間のルートは二通りとなっているが、二つのルートは 運賃が異なるので、ルートの特定と運賃の算定を行うため、当駅のホームを、京成本線専用ホーム、上の方、2.3番線となりたスカイアクセス線、専用ホーム、車止め川、4.5番線に分け、京成本線コンコースに、中間改札が設置されている。また、京成本線ホームとなりたスカイアクセス線ホームとの、間に信号機が設けられており、 重列停車も可能である。あの駅弁、新宿駅、岩木駅と全く同じ駅弁を販売している。販売される主な駅弁は、下記の通り。1992年12月6日の第二ターミナル、開業時に多くの主要航空会社の便が第二ターミナル発着とされたため、第二ターミナルに併設される空港、第二ビル駅の乗降人員は当駅の2倍近くに、 なった。その後、2006年6月2日より第一ターミナルが拡張され、スカイチームやスターアライアンス加盟航空会社などが第二ターミナルから再び第一ターミナルへ配置替えしたため再度増加している。形成では2010年7月17日になりたスカイアクセス線が開業した後、増加傾向が続いている。近年の1日平均乗降人員の推移は以下の通りである。 JR は除く。開業以降の1日平均乗車人員の推移は以下の通り。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。